リートン、ソッシーのラジオ歴史小話、じゃが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 、思わずシェアしたくなる歴史の話。ということでね、前回は源実朝さん、こちらについてね、はい、最後非業の死を遂げて暗殺されてしまったけれども、まあ、彼は、うん、結局でも歌の世界ではね、散々なんだかんだね、うん、後半はかわいそうな感じの話しましたけれども、はい、結局、うん、小倉百人一首にも名前残ってるし、と正岡子規、明治のね、夏目漱石の友達でもあり、野球の命名した男でもある俳人、はい、正岡子規、人丸の後の歌読み誰かあら、征夷大将軍源実朝というぐらいね、やっぱ歌がうまいと言ったら実朝、うん、でソシエもね知っている通り、うん、実朝って言ったら歌ですよねってね、あのソシエですら知っているというこういう人物で、はい、結局まあ28歳で彼死んじゃったけれども、うん、まあそれなりにハッピーハッピーだったんじゃないのと、そう、死後の世界みたいな、ね、後世に残した影響という意味では、生きてるうちが花よと言われたらまあそうなんだけどさ、まあ、そういった観点で今回後鳥羽上皇についてもね、はい、いろいろフォローアップしていきたいと思うんですが、ぜひぜひ、もともと後鳥羽上皇ね、先週の金曜日に流した通り、まあ、反乱を起こして、反乱というかね、まあ、天皇が反乱っていうのもなんか変な話なんだけどまあ世の中の、ね、社会、世の中の状況に対してこう変えてやるぜということで、まあ、あの反乱っていうかね、まあ、世の中変えたるぜと、もう徳川幕府じゃないや、鎌倉幕府ぶっ壊したるわっていう、まあ、こういったこう力をね、発揮したわけなんですが、最後負けて彼は流されていってしまったと。でそもそも彼がどうして、戦おうと思っちゃったかっていうと、そこにやっぱコンプレックスがね、はい、あったんじゃないかっていう話なんですが、まあ、彼にはどんなコンプレックスがあったんだっけ、そして確かに彼はまあ三種の神器が、手に入らなかったっていう言い方がちょっと違うかもな、なんて言ったらいいんですかね、まあ近い近い近い、まあ、そういうこと、うん、代々ね今までの人たちってね、みんな三種の神器を持って、天皇になってたんだけど、彼自身はまず天皇に即位するときに三種の神器がなかったし、はい、その後三種の神器がこう兵士が滅んで取り戻すことができたと思ったら、はい、剣がね、三種の神器の一つが足りないっていう状態になっちゃってて、はい、お前天皇って言うけどさっていうね、感じでちょっと低く見られているところとかね、あったわけですよ。はい、なるほど。いやでもその三種の神器がないっていうのは分かったんですけど、でも天皇にはなってるわけですよね。そうですね。でしかもまあ三種の神器足りないとはいえ2つ持ってるし、まあそうですよね、なんでそんなにコンプレックスを感じるかっていうところを、まあ、ちょっと例えが正しくはないし、はい、正しくないんだけど、雰囲気ね、感覚としては、大学とかの入学に、普通の試験じゃなくて、例えば推薦入試とか栄養入試とかで入った、例えば俺、SFC、慶應義塾大学総合政策学部出身なんだけども、栄養で入ってんだよ俺、栄養入試だから推薦そうそうってことなのかな、そう、セルフ、自分の自己推薦で入試してっていうので、全然僕自身はコンプレックスないんだけど、はい、中にはなんか普通のテストじゃなくて試験で受かってないから、なんか後ろめたさを感じるとかね、なんかあるじゃない、そういうちょっと人とちょっと違うだけで入ったら一緒、さっきね、ソシーも言った通り、いや天皇は天皇でしょ、はいはい、で SFC 生、学校の大学生としては一緒だし、そこでしっかりと卒業政策もしてるし、学校の授業を受けて、ちゃんと単位を取って卒業してるから、ね、何がそこに差があるのなんだけど、確かに本人からすると、こう中には自分はちょっとね推薦入試で受かっちゃってるから、なんかちょっと後ろめたいなみたいなことを感じる人がいたりとかするじゃない。なるほど、それはなんか僕の感覚でも、今イメージが湧きましたね。ちょっとイメージ湧いたでしょ。だからまあそんな感じだったんじゃないのかなと、言葉じゃん。あ、だから逆に彼はすごい一生懸命、こう武術もね、
歌うまいだけじゃないとか、新古今和歌集っていう和歌集を編纂するだけじゃない、はい、文化事業だけじゃなくて、うん、こう自分でね刀を打ったりとかして、はい、でそこに菊の御紋をくっつけたりとかって、はい、菊の御紋の話はね先週したけど、うん、あの今に至るところにまで結構いろんな影響を、いや俺はこんなにできるんだぜっていう、うん、やコンプレックスってやっぱその何かその人のさ原動力にもなったりするじゃない。そうですね。そして何かやっぱそういうことが自分の活動というか行動にも変わって説得をね、うん、周りに説得するというかね、で、うん、ただそれがやっぱ行き過ぎちゃうと、うん、俺はここまでできるんだ、うるせえ、うん、俺を見ろ、うん、みたいな感じになっちゃって上級の乱を起こしちゃったのかなというのを思うわけですよ。だからやっぱ現代においてもそのコンプレックス自体とどう向き合うかっていうのはすごく大切だと思っていて、うん、こうコンプレックスがあること自体は僕悪いことじゃないと思うわけです、うん、例えば、はい、僕なんかのコンプレックスとしてはあんまりないけど、うん、そのなんだろうな自分のコンプレックス、うん、例えば俺歌が下手とか、あの絵が下手とかね、はい、絵がね下手って話聞いたことありますね。そう、絵が下手っていう、うん、それ結構すごいコンプレックス、うん、だからいろんなところで今絵描いたりとかさ、なんか落書きレベルだよ。でも絵ちょっとでも上手くなりたいなっていうので一生懸命描いたりとかして、うん、まあ、少し上手くなったりしたのかなと思う。うん、上手くなりましたよ。この間ねちょっとあの僕が誕生日でしたと、ああそうそう、で誕生日プレゼントにそう誕生日ソッシーおめでとうっていう言葉をイラストリートン直筆の、ね、イラストとともに送ってくれましたけど、まああれは僕はね完全誕生日失念しておりまして、うん、で後から気づいてやーべーといいんですけど、やーべーとこれどうしようということで急いであの絵を描いてごめんねみたいなごめんねっていう感じで送ったんだけど、いやいやいや、うん、そうなんですよ。まあでもそれもコンプレックスから来ている、まああの上手くなりたいっていう気持ちから、まあ、成長してる、そこだけ見ると全然ポジティブなね、そうそうそう、側面もありますよね。そこまではいいんだけど、その、うん、こじらせるとさどういうのがあるかっていうと、うん、いや絵が上手いやつなんて何の意味もねえよとかね、あこう他の人を下げていくみたいな、はははは、確かに確かに、これはやっぱこじらってくるじゃん、うん、うんうん、自分の中で完結する範囲のコンプレックスはいい力になるけど、他者にそれが及んでしまうとアンバランスが起きちゃいますね。まさに後鳥羽上皇っていうのはそれが、いやね鎌倉幕府、うん、なんやねんそれと、俺の思い通りにそれまでは実朝がね文化が好きで、歌読んでへいこらへいこらしてきてくれたから優位に立ってたけど、なんか違う感じになっちゃった時に、おいちょっと待てと、俺の言うことなんで聞かないんだ、あもしかしてお前ら俺を下に見てんのかみたいなね、まあこういう風になったかなってないか知らないよ、か知らんけど、うんうん、後鳥羽上皇の中にのやっぱコンプレックスが悪く出ちゃうと、まあ、そういった側面もあるから、うん、やっぱ気をつけなきゃいけないよね、うん、というふうに思うわけです。ただ、うん、この後鳥羽上皇、上級の変でね負けて島流しに遭っちゃって、うん、で天皇の位は自分の系統じゃなくて自分の弟の系統に流れてしまった。はい、がついにその後鳥羽上皇ね、もう何のね存在感もなくなってしまったのかというと、うん、彼、うん、沖ノ島に流された後最後、はい、万一にもこの世の妄念に惹かれて自分が魔物となることがあればこの世に災いをなすだろう、でももし自分の子孫が世を取ることがあればそれは全て自分の力のおかげである、もし私が子孫の私のねもし子孫が自分この世を取り戻す、うん、まあ、すなわち天皇の位をね取り戻すことができたら、うん、我が母体を伴うようにと、はい、言っているということなんですが、なんとなんと彼の、うん、まあ、甥っ子の系統だよね、甥っ子の系統っていうものは断絶してしまい、うんうん、その後後鳥羽上皇の、うん、孫の家系、はあ、後鳥羽上皇の息子土見方天皇、うん、この人もね島流しに上級の変のあれで流れてしまったんだけど、うん、この人の子供に流れていき、うん、そしてそのまんまの流れが今の天皇陛下に続いているコツということで、後鳥羽上皇ね、だ菊の御紋も今も、うん、僕らのパスポートにも乗っかってたりとかするし、うんうん、そうですね、結果ね彼自身もうん、生きてる間最後
非業のね、うん、死を遂げてしまったんだけれども、まあ、うん、死んだ後の世界でなんとかねこう取り戻ってるし、彼自身の言葉でもね、うん、自分の子孫がねまた再び世を取ってくれれば、より災いをね、うん、なすことはないということにも捉えることができると思うので、後鳥羽上皇さん、はい、どうかね引き続きこの日本国を日本国にね続き悪いことをせず、うん、おとなしくお眠りについていただいてればと思います。ぜひぜひ。はい、いよいよ次回は600回という節目のタイミングになりますので、次回600回はですね、皆さん楽しみですね、ソッシー回です。いやー、僕何にも準備しなくていい収録が来週待ってるなんてすごく楽しみだなと思っておりますが、皆さんも来週ソッシーがどんな話をしてくれるか楽しみにしていてくださいね。皆さん待っててください。それではお相手は私リートンとソッシーでした。バイバーイ。バイバーイ。こんにちは、ソッシーです。皆さん、日々のニュースって理解できていますか？政治や経済、国際関係に社会問題、さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ、歴史背景やニュースの視点をラジ歴風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけどなかなか時間がないな、詳しい解説が欲しいなっていう方は、ぜひ各種ポッドキャストプラットフォームや Spotify などでラジレキ新聞解説で検索してチェックしてみてくださいね。